炎捕よ、地球人を焼き尽くせ、タスクを焼き尽くせ。ウルトラ5兄弟は死んだ。そして我々地球の中で最も強いタックもあわや全滅の時を迎えようとしていた。その時、あれはなんだ。お、いよいよ最後かもしれんな。ナムアミダブツ。遥か M78 星雲から息子たちを救いにやってきたウルトラの父は今まさに力尽きようとしていた。長い長い旅の間にすっかりエネルギーを使い果たしてしまったのだ。頑張れウルトラの父。エースが勝った。でも4人の兄さんたちは死んでしまった。かわいそうなエース。見ろ、
ルトラの父は死んだ。5人の子供たちを助けるために死んだ。さようなら、ウルトラの父。あなたは夜空の星になるのです。南隊員、